ノーリッチテリアノーリッチテリアは、イギリス原産の小型のテリア犬種。ノーウィッチテリア、ノーリッチテリアとも呼ばれる。イングランドのノーフォーク州ノーリッチ原産。1880年代、ある小型のテリアを飼うことが、ケンブリッジ大学の学生の間で流行った。この犬は、最初、カンタブテリア、そしてその後大学の近くのトランピントンストリートにちなんで、 トランピントンテリアという名前で呼ばれた。1900年頃に、ノーリッチの近くにある犬舎に移された、ラグズという名前のトランピントンテリアが、優れたネズミ取り犬として、なおはぜ、主犬としても人気となった。その結果、ラグズは数え切れないほど多くの子孫を作り出した。その後、その子孫犬のうちの一頭がアメリカに渡り、この犬が大変社交的に愛らしく振る舞ったため、 たちまち人々の間で、とても人懐っこくて、愛想の良い犬というイメージが定着した。このテリアは、フォックスハウンドの群れと一緒にキツネ狩りに参加して、その狩猟能力を発揮し、ノーリッチテリアとして1932年に、ケネルクラブに、1936年に、アメリカンケネルクラブに認定された。当時この犬種は立ち時タイプだけを認めていたが、 耳が垂れたタイプの犬も存在するということが判明し、1979年に耳の垂れたタイプがノーフォークテリアという別の犬種として認定されることになった。コンパクトで頑丈な体つきで機敏である。性格は喧嘩好きではなく極めて活発である。また陽気で恐れを知らない。毛の色はレッド、ウィートン、ブラックタン、またはグリズル。 犬を主人公にしたテレビ東京のアニメ、ふ、宇宙ウンドッグスには、コウスケというノーリッチテリアのオス犬が登場する。ありがとうございます。